ミスグランドインターナショナルは毎年行われる国際的なミスコンテスト。2013年に第1回が開催された。ネワット・イッチ・イ・ラグ・リズルとユーフェウ・タイ・ビジュトが代表を務めるミスグランドインターナショナル・オーガニゼーションの主催。世界の平和の創造と戦争の防止を目的とする。スローガンはストップ・ザ・ウォー・アンド・バイオレンス。優勝者には ミスグランドインターナショナルの称号と多額の賞金が与えられ、1年間バンコクの本部を拠点に世界各地を歴訪し、ミスとしての任務を果たす。2015年優勝のアネア・ガルシアは、ミスとしての任務を適切に遂行していないとして2016年3月24日に辞任した。準優勝のクレール・エリザベス・パーカーが引き継ぐ。日本は2013年の 1> 第1回から毎年代表を送っている。2018年の小田遥は第5位に入賞したが、これまでの最高順位である。その他、ありがとうございます。